リーグ戦に出場したルートン橋岡大輝、久保建英にある事実を暴露されてしまう。久保面白すぎる。Google 翻訳やめろ。竹のギャグ線高くて好き。まあわかるよね。ディープ L の方が自然だよ。昔、リオデジャネイロ空港で久保くんと橋岡と同じ便になることがあったけど、確かに仲良さそうではあった。翻訳ソフトはディープ L の方がいい。でも橋岡インタビューは英語で答えてたから。